皆さんこんにちは人生百年時代生き方改革提唱者のマダムホーです今日はちょっとこういうティアラをつけてみましたなぜかというと、えー、昨年の3月からちょっとした勃発 事故があって、まあまあ、事故じゃないんですけどもあの本当にちょっと今まで私が経験したことがないようなクライシスが起こってずっとあの12か月間辛抱強く頑張っていたわけなんですけれども今日ようやく全ての手続きが完了しましたしたがってちょっと今日はこうやってお姫様になったようなあのなんて言うんですかルーブルにありますよねあの絵が。ナポレオンののかかなんかあの てあれするもう本当にこんだけ1年間頑張ったでしょうのちょっとこういう冠を欲しい誰かがくれたんじゃないかというようなそういう気分なので自分で自分にちょっとこの、えー、ティアラをつけてみました目もキラキラ光っています。ということであのちょっとこれは一つこじつけみたいなんですけど私理系なんですね。 で私の大学院での研究が実は脳科学あの学習障害児とか、えー、行動科学とかとにかく脳に関するのが私の研究なんですけどもこの1年間を振り返ってどうやって私ができたか多分あのこの間のこのライブでもいろいろとご説明したんですが今日はちょっと私の専門の、えー、脳科学理系女子 ということでお話をしたいと思いますでこの記事もねあの約半日前あ,あのなんかハートくださってありがとうございます、えー、半日前にあのー イイのタイムラインに記事をやっています。これが私が大好きなアメリカのテレビ局 CNBC ってあるんですけどやっぱりビジネスに特化したケーブルテレビ会社なんですね NBC 系列で CNBC その CNBC の記事がありましてそれをタイムラインにやってあの今日お約束通りそれを今度ちょっと日本語で要点をま,まとめたいと思います。はい。 とということでこの本当に人生皆さんいろんなことが起こるんですけどピンチはチャンス今まで皆さんが本当にさすがの私も。 体験ししたたこととががなないようなトラブルがちょっと発生したんですねそれも私の落ち度じゃないここがまた嫌になるんですけど自分の落ち度とかで発生した問題は素直にやりますけど自分の不可抗力で起こったことをやっぱりやらなきゃいけない人生ってこうなんですよあの、まあ、不公平っていうかなんで私がやらなきゃいけないのみたいなことがよく起こります。でその時でもやはり や,らやる気はないんですよねあなたがやらなければ問題が解決せずにあなたは沈んでいくわけですよね、まあ、そういうことを言いましたメンタル面のことでそれを今日は脳科学的に分析したいいと思いますこの私が今引用している CNBC の英語の記事によると脳をあなたの味方につ,つけましょうやっぱり脳もあなたの行動の 反対あなたの敵となってあなたの運気を逃すこれもどうやら脳の仕組みらしいんですねでなんとなく私がやっていたこと1年間、まあ、死に物狂いでやってきて問題が達成できて今日がその記念すべき日なんですけれども。やっぱり脳科学的に 私はそれをやっていたということでこの記事によると5つのポイントを挙げていますあなたの脳をどうやって味方につけるかまず1つ目これすごく大事なんですけど過去を一切気にしないだからあの時あなたがああやったからこういう問題になったのよとかね過去のことは今更言っても変えれない,んですよ、ね、いつも言うように他人と過去は変えれない。 変えれるのののは今ああなたとあなたたと未来と、まあ、これはマインドメンタル的な面で私は言ってたんですけどどうも脳科学的もそうですねあなたが過去のことを気にするというとこの記,録記憶とかを司るまあるかとかいろいろありますけどそういったところを常に働かせてでそこにマイナスのデータをずっとすり込み続けているそれをすると脳が新しい情報 前向ききにででないんですってだからやっぱり過去は一切忘れるもうなかったことにしましょうと <laughs> いう感じでとにかく前を向くそれが一つ目2番目はこれも私はあのダイエットの時にも言いましたけどやはり寝るということですね睡眠それも良質な睡眠は大事だということですあのもちろん多くの方がそういうクライシスもう危機的な問題に直面すると 夜も心配で眠れないいいっていう方いますよねで私はその辺やっぱり神経がずぶといので今まで夜も眠れなくてとか夜中にその問題で目が覚めたってこと一度もないんですねもう一度私は寝ちゃうと本当に朝までで寝ちゃうんですよ、あのー、心配とかで夜中にこう金縛りになるとか全くないんですけどだからね皆さんある意味 人生いろんなことを乗り越えるためには図太とくならないきゃいけない、まあ、ずぶとくっていうかある意味鈍感あの日本人の方は特に神経が繊細で細いこれダメなんですねあまりにもセンシティブセンシティブっていうのはよくないですねで周りのことばっかり気にして自分の肝心な人生台無しにしてる方多いのでもうなかったことにっていうか過去はどうでもいい 今こ,の問題今この問題に取り組んで未来を見ましょうで未来は解決した自分今こうやって私は自分でもう冠をあげたいぐらいもう褒めちぎっている自分もう全ての問題が解決してハッピーなそういうことを想像するそういう情報をインプットしてよく寝るとにかく寝るっていうことですね。それれから3番目プラス思考、まあ、これも今の お話とすすごく被るんですけどやっぱりプラス思考ですよねいつも言うように自分はできる自分は絶対乗り越えてみせる天は私が乗り越えない困難を与えないもうこんな感じでこれまあアファメーションって言うんでしょうかね毎日自分はできる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 それからあのなんか有名なあの日本伝産かの,の社長さんなんか永井さんとかいう方なんだっけ 今やるすぐやる必ずやるみたいなねもうそんな感じでやる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 でこうプラス思考このプラスのエネルギーも脳にはすごくいいみたいですねそれから4番目これなんですよねスストレス私なりに素人の私なりに考えるのは例えばがんもストレスが原因でなるんじゃないかと思っています。なぜかといいうと私のの知り合いのおばあちゃま 頭ががたたら、ん消えたっていうんですね。だからそれぐらいその頭がボケるっていうことはもう認知症になって何にもわからない状態だからあのボケ老人とかってストレスないわけですよねそういう意味であなたもこの際もボケちゃいましょうその過去はなかったことに過去は全て忘れてまるでも気分は認知症の老人みたいな感じで今のあなただけとか楽しかった思い出だけを持つ。 スストレスは最小限にするそしてあと5番目これがちょっと皆さん大切で私も気が付かなかったんですけども今現代人の私たちはマルチタスクしてますよ、ねまあ、この道を歩きながら皆さんスマホをいじってるとかあの運転しながらまあナビを見てるとかありますねテレビを見ながらこうパソコンもやって。 でなんか音楽を聴いてとかそういうマルチタスクは実は脳によくないんですってマルチタスクをするとその記事によると仕事の効率は40%も落ちるだそうなんですねですからとにかくマルチタスクをしないこれも脳のためにいいということですねまあもう一度まとめますね1つ目は過去を気にしないもうなかったことにで2番目はあのとにかく寝る質の良い 睡眠まあ私なんかはあのアメリカ製のメラトニー入りのサプリメントも飲んでいますから本当にぐっすりでこの睡眠のサイクルが終わったらパチッと目が覚めるアラームがいらない生活してますねやっぱりこれは脳にいいみたいそれから3番目が常にプラス思考プラスのエネルギーそして4番目ストレスを最小限にしましょうそして5番目マル,クタスマルチタスクをしない、まあ、この5つを 皆さん守れば皆さんの脳がやはり必然的にプラス思考になって脳の生産性が上がって運を引き寄せるんですねだからこうやって運を引き寄せるとかプラス思考になるっていうのは結構脳科学でも立証できるようですじゃあ今日はそういう感じです皆さんももし何かすっごい今問題に巻き込まれて困っているあなた私のようにそれ乗り越えられます 1>, 1年後にはこうやってもうやっと問題が終わってワクワクしてます、ね、そうやりましょうねはいじゃあまた皆さん明日失礼します